E351 系電車は、東日本旅客鉄道に在籍していた、直流特急系車両、特急、スーパーあずさを中心に運用された。1993年12月23日に営業運転を開始し、2018年3月16日をもって、スーパーあずさの定期運用を終了した後、同年4月7日のさよなら運転をもって、 全車両が引退した。この形式から JR 東日本の新幹線を含む新生車両には形式称号に E を冠することになった。E とは E ストの E であり、JR 東日本所属車両を意味する。1994年、通称産業省グッドデザイン商品に選定された。中央本線で使われていた183系、189、 軽電車の老朽取り替え、高速化のために開発された電車である。並行する中央高速バスに対抗するため、制御不自然振り子装置を採用し、曲線区間でのスピードアップを可能とした。最高速度は時速 130km、新宿松本間の最速列車は2時間25分で、山岳路線の列車でありながら、表低速度は時速 90km を超えていた。 振り子装置の有無と最高速度の違いにより、所要時間に差が生じたことで、本系列使用列車は、スーパーアズサ183系189系使用列車をアズサとし、列車名を使用車両ごとに区別した。製造は日本車両製造日立製作所である。JR 東日本としては初めて振り子式を採用し、 中央本線特急のスピードアップを達成した車両であったが、製造数は8プラス4両編成5本60両にとどまり、2001年には被車体軽車式車両である E257 系電車が183.189系に代わり中央東線の特急、あずさ、海巡運用に投入された。統計式と同時期に製造された特急用電車に五十五系がある。 量産先行者、量産先行者、量産車最初に、落成した2本は量産先行者であり、当初は0番台を称したが、後に1000番台に改称され、車両番号に1000を加えて区別された。1995年度に落成した3本は、量産車で、車両番号は量産先行車の続番が与えられた。量産先行者と量産車では、内外の使用に相違点がある。 651系電車と同様に普通構成を採用したが、比較的軽量であり、振り子装置で傾斜させた際に、車両限界を超えないよう、車体断面形状は乱形に大きく絞られている。E351 系付属編成と基本編成の連結部運転室は、踏切事故の際の運転士の保護を理由に、常磐線特急、スーパー日立、 フレッシュ日立用の6 5 1系に準じた高運転台構造となっている。6 5 1系では、戦闘車は非貫通構造であったが、本系列では非貫通構造のほかに、走行中の編成間の移動を可能とするために、基本編成と付属編成を連結した際に中間となる戦闘車には貫通扉が設置され、連結部分の通り抜けが可能な自動ホロ装置を、 搭載した。非貫通構造の先頭車前面には LED 式の大型表示器が設置され、側面の行き先表示器は字幕式となっている。客用ドアは183.189系電車と同様に各車両の両端2カ所に設置されており、乗降時分の短縮を図っていた。屋根状の機器はパンタグラフと空調装置の熱交換器など最小限に削減された。 熱交換器のカバーは量産先行車は、肩が丸いタイプだが、量産車では角張ったものとなっていた。また、量産先行車では、熱交換器は木の乱暴度が大きく張り出していた。S4 編成 S24 編成戦闘車の、廃焼機は2010年9月に落成時点と異なる、形状のものに交換され、他の編成も交換された。v VVF インバータ装置により、 電動車1両に4個装着されている、定格出力 150kW のカゴ形参照、誘導電動機を駆動する、VVVF インバータ装置は、日立製作所製及び、東洋電気製造製で、使用される、半導体素子は量産先行車では逆動通、GTO サイリスタであったが、量産車は、リベットに変更された。 12両編成中の電動車と付随車の構成は、電動車を6両蘇生する 6M6T である。制御装置筐体は寒冷地仕様で、体寒耐雪構造となっている。補助電源装置は、東洋電気製造製の GTO サイリスタを使用した、超高圧直波式製紙系インバータを採用した。終電装置は軽量なシングルアーム式の PS31A 型を搭載した。 屋根状に直接搭載せず、車体内を通るワイヤで台車枠と直結した可動式の指示台に搭載されていた。これは、地上下線設備の対応工事を行わずとも、曲線で車体を傾斜させてもパンタグラフの架線からの逸脱を防ぐための機構で、車体傾斜時でもパンタグラフと架線の位置関係が変わらないものだった。ちなみに量産先行車は、 騎型パンタグラフの PS26C 型を採用していたが、後にシングルアームパンタグラフの PS31A 型に変更された。新紙装置は曲線通過時の車体傾斜をコンピュータ制御する制御不自然新紙式を採用した。これは、車上のコンピュータにあらかじめ路線の情報を入力し、ATS 地上子の位置情報を利用して、 適切な位置で傾斜を行うものであった。台車の振り子機構自体は381系、電車同様の殺式であるが、車体傾斜を曲線通過時の遠心力のみに頼る自然進思方式の同系列に比べて振り遅れと揺り戻しが抑えられ乗り心地を改善していた。車体の傾斜角度は約5度で半径600メートルの曲線で、 本速時速2 5トルの走行が可能であった。新紙装置は八王子大糸線品の大町間で使用し、東京八王子間や品の大町、南小谷間では新紙機能を停止して走行した。後に大糸線内では新紙機能は使用しなくなり、八王子駅松本駅間での使用に限られた。台車は量産専攻車は d t 十二系。 TR247 型、量産車は A 型、DT62A TR 型 TR247A 型で、いずれも枕羽根に、空気羽根を用いた、ボルスタレス台車で、制御不自然進出装置を装着した。床面高さを下げるため車輪径を小さくし、810mm としている。ヘビコードを抑え高速走行時の安定性を確保するため、溶断波も装着されていた。 基礎ブレーキ装置にはディスクブレーキを使用した。ブレーキ装置は列車密度の少ない区間での改正執行を考慮し、改正、発電ブレンディングブレーキ併用電気指令式、空気ブレーキを採用している。量産線行車の落成時は発電ブレーキは装備されていなかったが、1996年に行われた改造の際に追加された。量産線校車では、 電動車の床下スペースに余裕がないことから、バックアップ抵抗機は隣接する付随車に搭載していた。他の JR 東日本の新系列特急車と同様に低速走行装置、そもそも速ブレーキを備えていた。運転台の主観制御機は左手操作、ワンハンドル式が採用された。運転台にはさらに2機のモニタ装置を備え、 車両の状況と運行情報の両方を表示可能だった。保安装置は ATSP と ATSPS を併設した。以前は ATSP と ATSSN を搭載していたが、後に ATSSN は ATSPS へ変更された。ミュージックホーンは255系電車と同じタイプが搭載されている。振り越し機車両であることから、 車内の断面は髪型に向かって絞られ、床面高さ、着座位置は一般車に比べ低い。普通車は前後間隔 970mm のリクライニングシートにプラス2列配置で装備した。量産線行車では座席下部は塞がれ、座席上の荷物棚の下には蛍光灯を装備した。量産車では座席下部を開放し、 荷物棚下の蛍光灯は省略された。座席背面にはカップホルダーとゴム式のマガジンラックを備えた。背面テーブルは装備されず、肘掛け内に収納した。グリーン車ではシートピッチ 1160mm のリクライニングシートを2プラス2列配置で設け、各座席にはシートヒーター、上下可動式の枕を備えた。肘掛け内蔵式テーブルを備えたほか、 量産車では座席背面テーブルフットレストを追加装備した。座席表地の配色は量産先行車は茶系、量産車は紫系を使用したが、後に紫系に統一された。内装仕様が量産先行車と量産車で若干変更されており、天井のデザインなどが異なっていた。2007年3月18日からは全車禁煙とされ、 喫煙車両のデッキ部にあった灰皿は撤去された。客室内の出入り工場、前後2カ所に LED 式の車内案内表示器を備え、AM、FM ラジオ電波を複写していた。一部車両には自動販売機、テレホンカード式公衆電話、スキー板などの長尺物を置くことができる荷物置き場を装備していた。自動販売機は2008年4月1日に使用を中止した。 空調装置は室外機を床下に置き、熱交換器を屋根状に設置するセパレート式となっていた。内気の吸入は車両中央の天井から行い、吹き出し口は室内蛍光灯付近に連続的に設置されていた。これは量産先行車と量産車で仕様が異なっていた。また、寒冷地の走行に対応するため暖房装置は強化されていた。トイレは 洋式と男性雇用トイレを備えており、汚物処理装置は真空式である。量産先行車は登場当初、循環式であったが1996年に真空式へと改造された。貫通扉設置車両を先頭に、大井戸線を走る e 3 5 1系1 9 9 3年から、振り子を固定した状態で臨時、あずさに導入され、 1994年12月3日から、振子機構を作動させ、スーパーアズサに導入された。量産先行車の落成当初、大糸線には付属編成が乗り入れていたが、その後基本編成が乗り入れるように改められた。落成当初は、南小谷方が付属編成であったが、1994年夏に、東京方が付属編成に変更された。 1997年10月12日 S3S23 編成によるスーパーアズサの大月駅通過中に信号を無視して本線に侵入した入れ替え車両に衝突されて脱線転覆し S3 編成のうち損傷のひどかった5両が解体された本件事故後の処理は廃車手続きをせず代替の車体を日立製作所で新造し この車体に使用可能な部品を整備の上取り付け、原番号で復旧した。事故発生から、大体編成心臓までの期間は、編成不足を補うために、北陸新幹線一部先行開業に伴い余剰となっていた、浅間用の189系11両編成を、車体塗装を変更せずに投入した。2008年3月14日までは、前運用として、東海道本線の おはようライナー新宿、ホームライナー小田原にも重当されていた。藤沢、茅ヶ崎の両駅では、貨物線のライナー専用ホームに停車していたが、有効長は重量編成分であるため、1から3号車の客用ドアは、締め切り扱いとなっていた。そして、同年3月17日からは、中央ライナーに重当されるようになった。中野駅に停車中の E351 系。 ラストラン列車 e 3 5 1系ラストラン列車の特製方向幕2008年8月15日に初めて夜行快速のムーンライト新九92号に充当され2009年も同列車に使用されている2010年3月まで朝のスーパーアズサロ号がシナの大町駅始発として設定されていたが同月のダイヤ改正で松本駅始発に変更されたため 大井都線での定期列車の運行は消滅した。JR 東日本では2014年2月に危機器の老朽化した本形式の置き換えを目的として、後継者 E353 系を新造することを発表した。2017年12月23日から営業運転を開始し、スーパーアズサ8往復のうち4往復が E353 系に置き換えられた。 2018年3月17日のダイヤ改正で、スーパーアズサ全列車が E353 系に統一され、本形式はスーパーアズサの運用を終了した。また、中央ライナーの運用も終了し、E257 系に統一された。その後、同年4月7日に行われた、ありがとう E351 系、松本新宿ラストランの旅をもって、 すべての営業運転を終了した。2017年12月24日付で、S2S22 編成と S5S25 編成が、廃車となった。残る3編成も2018年4月4日付で、S1S21 編成が、同月8日付で、S3S23 編成と S4S24 編成がそれぞれ廃車され、本形式が置き換える予定だった189系より、 先に、形式消滅となった。運行終了後は60両全車が解体され、現存するものは存在しない。本系列は、制御新視装置という特殊設計により維持、管理に莫大な費用がかかることから、同世代の特急系車両である651系や253系のような多線区への転用は行われず、波動用車両への転用すら行われなかった。 なお、JR 東日本が導入した車両の全車解体は、新幹線及び事業用車を除くと通勤系車両の E331 系以来となり、特急系車両では初となった。ありがとうございます。